誘拐、薬物、犯罪の温床に付箋。小市民シリーズ第7話の反応集&感想どうぞ。夏季限定トロピカルパフェ事件だ。今回が初めての定時放送ってマジ。アガサクリスティ読んでる。オリエント急行とは古典的なチョイスを。いや、携帯取らないのかよ。わら、おさないさんの呼び出しを蒸しとか。スイーツ召集来ちゃった。寝癖小鳩くんかわいい。スマホへのメッセージスルーしたら家に電話来たよ。メッセージ送ったことを固定電話で伝えるという。イレデン知ってる関係性に興奮。行きますってもう決定事項なの。笑う。すかした構図で喜劇やるのが毎度うまいな。カノッサって店が気になる。屈辱を味わえそう。間にあるやつ全部行くのかと思った。フローズンスイカ食べたい。高校生なのに金あるな。その町スイーツ店集中しすぎてない。幼いスイーツコレクションに振り回される小鳩くん。いい年の男女がスイーツ食べるの、まあデートだな。くそ、僕も幼いさんと男女交際を。解像度の高い岐阜駅、オディンの子孫様。岐阜ご自慢の黄金の信長像。変人のサラダボールで見た。柳瀬商店街にあるモスバーガーの聖地化激熱。今のテーブル席にいたの幼いさん。ハンバーガー飯テロ。今時500円のセットは安いな。20年前価格だわ。なんかいる。みんな勢ぞろいしてんじゃねえか。勝手に話し出した。お前には関係ないと言いつつ説明始めちゃうのか。薬物乱用とはまた。薬物って米に混ぜたりしてない。マジかよ。アマホホ最低だな。ここ商店街唯一の喫煙スポット。岐阜って治安悪いんですね。ほんと岐阜の治安終わってんな。名前言っちゃったよ。小鳩をめっちゃ巻き込もうとしてる。目が離せないって顔してるよ小鳩くん。これは警察案件だろう。女グループか。リビアちゃんが関係してそうな岐阜の裏組織だ。裏は風俗町だからな。治安はお察し。全然食べれない。ハンバーガー食わせてやれよ。まったく食わせる気がねえ。どんどん情報を小出しにしてきて。草剣道小鳩くんの扱い上手くなったな。やってることほぼ警察官で。草幼いさんも剣道も小鳩くんをめっちゃ巻き込むよな。なんだこの暗号みたいなの。幼いさんとの待ち合わせもあるんだがな。メリーさん方式で出没。やっぱりいた幼いさん。幼いさんなら後ろにいてほしい。なんだその格好。なんだそのヒッピースタイルは。感知の効いたファッションですね。レゲエに染まっちゃったか。ヒッピーファッションとか何年前だよ。これを可愛いに入れていいのかどうかは審議。どっから影響を受けてるんだ。食わさねえよ。誰もハンバーガーを食べさせてくれない。嫌だから食わせてやれ。一生ハンバーガー食えないんじゃね。幼いさんも割とそういう事情に詳しいのか。ちっちゃいからテーブルの位置が高いのかわいすぎか。領域展開きた。だからなんだこのイメージ。革新の岐阜城。無理やりに増やされていくセッチカットで毎回笑顔。幼いさん美しい。ヒッピースタイルが面白すぎる。ハーフシェイクが犯にかかってるの今気づいた。大谷翔平が偉業を達成した時に使えるズラ助かる。地図と矢印のつもりで描いた可能性。商店街の北側を指してるのか。確かに言われてみれば地図に見えなくもない。僕また何かやっちゃいました。ケンゴが変なメッセージ残さなければこんなことには。メッセ送って答え聞くじゃダメなんすかね。この格好でも普通に萌えなんだよね。あ、トレチラシの地図の続き。下のシートの地図とつながってたのね。地図に書けばいいだろう。幼いさん着替えてる。どこで着替えたんだよ。すぐ着替えちゃうのになんであの変な格好で来たんや。嬉しそうな幼いさん。ピンとメスタイル可愛すぎ。この空気感いいね。ケンケンって呼ばれてんだわ。チキチキマシンモーレース。ケンケンは牛乳パックレンチンしたよ。依頼人の女友達の名前を秘密にした端から漏らす剣後の下りなかった。メロンソーダでかくない。誰か客いたのかな。幼いさんのおごりきた。天使のような笑顔だ。あの食いしん坊がおごるだと。
次の日、原作にはない小鳩くんの部屋、おさないさんだと思って無視するのひどい。はあ、クソデカため息。どいつもこいつも家電にかけてくるの草。全然読み進められなくて笑う。この世界の高校生、イエデンが最終手段になっているのおもろい。今回はよくおごられるな。仲が良くて結構なこった。変サラブリのギフタンメン来た。ギフタンメンで変人のサラダボールとつながった。お前に食わせるタンメン。ケンケンがおごるタンメン。めっちゃ生活感ある画面だ。熱いのに熱いもん食わせるケンゴ。この男に彼女がいるのかと思ったら違うらしい。小鳩くんは幼いさんとのスイーツデートで忙しいからな。そこんとこどうなのよケンケン。ケンケン呼びは秘密のつもりだったのか。この堂島ってのがメインヒロインかい。ケンケン呼びされてんの厄介やなんだ。月でドラッグで遊んでるやつが掘っておかれる地。ギフコント物騒極まるな。ギフの治安が心配になるわ。邪魔扱いされたケンケン。チャリは盗むし、レンチは振り回すし、薬物もやるとか、ギフの治安どうなっとりますか。ギフタンメンうまそう。激辛頼まれてて草。お腹もケツも爆発しそう。真夏の激辛タンメンは先日のハバネロ揚げパンといい勝負かな。チャーハン特盛りまで。ケンケンは大食いだな。勝手に追加すんなよ。この夏でめっちゃ太りそうだな。小鳩くん悶絶してて草。学生ならいけるいける。飼い主から電話。今度はちゃんと幼いさん。23時の電話は遅いね。英知な電話か。大丈夫だよね、初。幼いさんは重たい女アピールしてくる。俺なら空いてるぜ。ただのは商店街のイベントだった。祭りの念押しの電話だったのか。小鳩くんの胃が鍛えられますな。小鳩くん、幼いさんと話す時の声が優しいの好き。なんかもう付き合ってるんじゃないかと思っちゃうよ。リンゴ飴は駄菓子。和菓子屋の息子に和菓子屋ナンバーワンを語る。リンゴ飴を作る描写を細かく伝えてくれる幼いさん。幼いさん、スイーツオタクだよね。幼いさんは絶対バナナはおやつに入らない派だろうな。トップ3以外言ったのか。リンゴ飴が何としても食べたい。リンゴ飴ガチ勢ってのもいるんだな。それは楽しみだね、引き流し。お祭りではリンゴ飴よりフランクフルトが食べたい。集大成、不穏マシマシ。なんか引っかかる言い方だ。幼いさんは何か企んでるのか。クラブ以外の何者でもない。来なかったら川に沈められそう。大丈夫、最後にリンゴ飴を摂取した時だけ毒になる殺人法とかだったりしない。今晩早みん。幼いさんのお母さん、まさかのママン登場でビビる。めっちゃ可愛いなこのママン。母親にウリ二つだったのか。そっくりすぎて本人かと思った。母親の遺伝子強すぎる。お姉さんと言われても違和感ない。あれ、前回のリビングイスじゃなかった。なんかいちいち含みある言い方してるな。小鳩くん、まあまあマジでお世話にしてるからな。まあ小鳩と聞けば女の子って思うよね。誘拐事件発生。身代金500万。身代金要求とかある作品なのかよ。急展開すぎだろ。よりにもよって幼いさんを誘拐したのか。娘が誘拐されたにしては幼いマグマの反応ちょっとおかしくないか。治安がだいぶヤバくなってきたアニメ。岐阜の民度終わりすぎだろ。さすがに怖すぎる。引っ越します。今回だけで岐阜の治安のヤバさに3回くらい突っ込んだぞ。幼いさんの計画とかではないよな。ユキちゃんのいろんな変装もといファッション毎回見れるのはいいな。でもさすがにレゲエにあのダサいメガネは似合わないからやめてくれ。このアニメの感想、岐阜県怖すぎ。誘拐とか日常にイチャモンつけて解決していくシリーズじゃなかったのか。なんか評価と違って物騒すぎない？あっちはせいぜいに偽札グループとかだったろ。自作自演としか思えないけど、これで逆に本当に誘拐されてたら草。中学時代は狂犬で有名だったあの幼いさんがおとなしく誘拐なんてされるだろうか。500万とかいう微妙な値段をつけられてて草。私の命が500万ポッチ。言いそうで怖い。このままんも裏がありそうで怖い。娘の彼氏、ちょっと味見してみたくなるわね。
みたいな本でよくあるやつ。一人でハーレムやったりショタやったりトラだったり意外と忙しい早見。ハラハラしない展開で早見お母さんをめでたかったぞい。これまでのおさないさん、自転車を盗まれる、期間限定いちごタルトを台無しにされる、被害者なのに生徒指導室に呼び出される、理不尽に水ぶっかけられる、激辛ハバネロパンを食って泣かされてしまう、シャルロットを勝手に食われてしまう、500万で無事に返すと誘拐されてしまう。なんか悲惨な目に遭い続けてるね。にしても人を呼びつけておいて出かけるなよ。前回も人をパシリにしてきたら電話で長時間放置するし、おさないさんって基本的に礼儀とかないんだな。小市民シリーズ第7話視聴させていただきました。今回から本格的に夏季限定トロピカルパフェ事件に入ったかと思われますが、なんか急にめちゃくちゃ治安悪くなってきたな。薬物問題とか誘拐事件とか、これに笛の風評被害すぎるだろ。それとも本当にこんなに治安悪いの？変人のサラダボールといい、今年は岐阜アニメが多いですが、逆に岐阜へのイメージが悪くなるという、なんかコナンのベイか超とかバットマンのゴッサムシティかと思わせるぐらいの治安の悪さでした。薬物の話されても妙に落ち着いてるこいつらもやばい。空おさないさんも狂犬になるわ。私ならフラッと立ち寄ったハンバーガーショップでこんな話されたら速攻出ていきますね。全然関係ないけど、今時セットが500円で買えるバーガーショップって珍しすぎる。スマホある世界だし、普通に現代世界ですよね。ああ、それともこんな安いセットはないから、ここは岐阜じゃなく架空の世界だよって思わせる伏線か。違う。そしてわざわざ家へ時間指定で呼びつけておいて、自分はどっかに出かけている女王様おさないさんですが、まさかの誘拐事件が発生しました。簡単に誘拐事件が起こる岐阜やばくね、定期。いやー、でもこれ誰もが自作自演って思うよな。なんか思わせぶりな電話だったし、身代金も500万って安すぎるし、ここはガチで誘拐されてた方が盛り上がりますけども、前半で出ていた薬物グループとかが絡んでくるんじゃないのかな。だとしたらそれこそ警察案件な、相当ヤバい事件になるんじゃなかろうか。小鳩くんたちが中学の時にもそういうグループがいたって話してたけど、その時も関わってたというか解決に導いたんだろうか。だとしたらすごいことだが、あとおさないさん、ママンはおさないさんにそっくりでしたが、最初おさないさんがママを演じてるのかと思った。若すぎて美人すぎだろ。これママンもグルだったとしたら相当たち悪い、冗談ですよね。笑い話で済ませるレベルじゃねえが、どうなんでしょうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。